はい、皆さんおはようございます。あ、ちょっとやばいな、これ。フォローになっちゃってね。この間、視聴者から怒られましてですね、なんか、動くとめんどくさいなってね、言われて、あれ、ここで、ちょっと待ってよ。あ、これでいいんだな。あ、これで固定しました。すいません、すいません。いやー、昨日もね、個別相談で、ですね、三崎塾の本陣のですね、新しく作ったその新しくでもないか、作りましたコンサルティングルームがありまして、で、三崎塾本陣に泊まったらですね、まあ、無料で僕が直接コンサルしますよみたいな形でですね、来まして、で、まあコンサル2時間くらいで終わって、2時間半くらいかな、かかってね。で、じゃあこうしようぜ、なんて話になって。で、じゃあせっかくだから飯でもこうなんですよね。ああ、また三崎港蔵に行ってですね。まあ、美味しいものいっぱいあるからさ。ああ、食べすぎて飲みすぎてですね。今の時間になっちゃったわけですけども。まあ、最近なんか蔵橋のね、この YouTube のアップがいつも8時半前後だったのに、ね、随分遅くなったな、みたいなね。方も、ね、感じる方は多くいらっしゃるかもしれないけど、一応今日もね、タイムリーでこうやって、動画を収録してですね、お話をさせていただいてるんですけども、まあ、昨日たまたまね、藤原君っていう、一緒に、まあ、CF ネッツの藤原君っていうのとね、一緒に仕事する機会が多くてですね、話題になったのがね、この及川幸久さんっていうね、人の YouTube チャンネルがバンされたっていうことで、で、僕もほら一回ね、バブとかさ、味わってるんだけど、ね、聞くところによるとね、その、この方は、僕と同じように、ね、一回その一週間、チャンネルが、ですね、動画のね、投稿ができなくなって、で、それがね、3回あったらしいですよ。で、その3回あって、で、本当はね、1回目、で、2回目、3回目で、なんかね、いろいろこう、もうその、投稿できる期間がね、その、停止期間ですよ。その、いわゆる、アップできない時間が、その、ね、1週間が2週間、とか1ヶ月になるらしいんだけど、それがね、1回やって、で、それでまた、しばらく経って1回やって、で、しばらく経って一回やったから、本当は一週間じゃない。ところが、全部だからね。で、なんかね、この、及川ね、幸久さんって昔、まあ、現在どこなのかね、幸福実現党っていうところにね、いわゆる、いて、で、例のね、ほら、幸福の科学の関連するね、宗教団体、の党派だよね、に所属してるっていうふうに聞いていたんで、ね、国策研究会、そもそもこの及川さんっていうのをね、知ったのはその藤原君からの話で、ね、なんかね、社長とね、まあ、当時社長の時ね、社長となんか同じような形のね、世界情勢語ってる人いいんですよ、なんつってて。で、一回ご覧になったらどうですかなんつって、見たんですよ。で、その、まあ別にしょっちゅう見てるわけじゃなくて、見てると、まあ、意外に正確な情報を流してるな、っていうことで、で、まあ、そのニュースソースは多分海外のメディアから撮ってるんだと思うんだけども、まあ僕も大体ね、その、海外のメディアから、取ってきたものとか、まあ、あるルートで、いろんな情報をね、まあ、仕入れてるわけだよね。で、それを自分なりに分析して、その、こうなんじゃないのっていうのを、まあ、僕は配信してるわけじゃん。で、彼も多分そういう配信の仕方してたと思うんだよね。でね、どうもその話によると、ね、その、消された理由は、まあ、当然その例のね、僕もそうだったんだけど、例のさ、流行り風だよね。で、その流行り風について、事実を語ると消されるっていうね、ことはね、もう体験してるわけ。で、それもね、特に克明に、ね、その語ったやつほど消されるっていう。たまたまそのね、今ほらってこうね、フリーハンドでさ、なんか、ね、別に画面もなくてさ、ね、こうやって、話してるわけじゃん。
で、その時に限って、ね、ほら、皆さんに正確にね、伝えなきゃいけないと思ったから、僕はセミナーで使った、ね、そのレジュメを提示して説明したんだよ。で、これ一番わかりやすいわけ。で、だから、結局、このね、流行り風邪っていうのはそんな大したあれじゃないっていうことと、ね、例のお注射も、ね、打てば打つだけ、さらにね、流行り風邪にかかるみたいなことを、その、克明に出したら消されちゃったんだよ。でね、彼もそこの部分が一つらしいんだよな。で、もう一つは、なんだっけな、海外のニュースを、要するに、克明に調べて、で、その、ね、その、バイデン政権に、ね、その、逆らうというか、不都合な情報を流すと、ね、流したことで、どうも、バンされたみたいなんですよ。ね、だから、ああ、なるほどと。YouTube のね、親玉はさ、Google だからね。そうすると、親方の Google に、の意向に沿わないと、やっぱり消されるらしいんだよね。で、よくよく考えてみると、僕もそういうのをね、たまに流してるじゃん。で、この間のさ、ね、CF ネットの不動産フェアで、この日だけですよっていうのを流してすぐ消したじゃん。ね、あれ多分ね、相当、危ない話しちゃったから、ね、もう消しちゃったんでよかったんだけど、要はさ、怖いのは、ね、情報統制がどうこうっていうことじゃなくて、ね、人物、要するに、この、ね、及川さんは、ね、人物ごと、もう出入り禁止みたいになっちゃったわけじゃん。これさ、すごいことじゃないですか。ねえ、で、なんかね、X の方に、X、ツイッターだよね、元のね、の方に、なんか切り替えるみたいなこと言ってたけど、その X はさ、要するにね、情報統制しないような、形で、ね、イーロン・マスクだっけ？ね。で、それが、ね、その買収して、もうじ、ね、言論の自由を、要するに阻害させないみたいなことでやってるわけだよね。で、それもさ、今度逆にね、イーロン・マスクに、の意向に、意向が、ね、やっぱり、ね、グーグルに、なんとの、反発する感じになっちゃったから。だから結局またいろんなさ、情報を流されてね、要するに、ね、ツイッターの登録者が減ってきてるみたいなさ、いうことを、ガンガン言われてるわけじゃん。だからさ、これね、面白い文化だ と思うんだよね。でさ、テレビはさ、完全にね、言論統制されてるのはさ、もう間違いないわけじゃん。ね、でさ、この YouTube っていう文化が、ね、テレビとかそういうね、マスコミに代わるチャンネルになったわけだよね。で、それも当然いい影響もあるし、ね、悪い影響もあるよね。例えば、この間、なんていうの、なんだっけ、あれ、ね、普通の個人がさ、犯罪者捕まえるみたいなね、いうので、そいつがね、実際に、覚醒剤のね、仕込んで、嘘の、ね、逮捕をしてしまったみたいなさ、いうので逮捕されてね。で、結局それも、それは、あれじゃないの、YouTube 自体はさ、止まってないかもしれないけど、警察で逮捕されちゃったっていうね。なんていうかな、っていうことはさ、ね、事実を伝えれば伝えるだけ、ね、自分自身がリスク背負ってさ、ね、やる形になるわけだよね。で、僕も今さ、ね、これ、確かね、2008年頃かな。だから、
昔のね、朝礼も含めて、このね、暮らしたかゆきチャンネルでさ、あれ、過去のやつ検索できると思うんだけども、要するに、その、朝礼から始まって、ずっと長い期間やってるから、すげえ数入ってるわけじゃん。ね。で、これさ、ね、この及川さんのように、俺何言ってた？ごめんごめん。それで、このね、国策研究会で、そのね、幸福実現党の人が、ね、その、もう来るのよ。とにかく党派関係なくね、政治の勉強してるわけだから、いろんな人が来るんだよね。で、その時にさ、この及川さんってさ、お宅のあれだよねって言ったら、はい、はい、そうですって言ってね、今度さ、一緒に飯でもご、ね、食えるようにしてよっていう話したら、あ、じゃあ言っときますみたいなこと言ってて、で、それからね、その話はなかった、立ち消えになっちゃったんだけど、で、そんなか、それで、あ、その後に、その、実は、その、幸福実現党を離党してるのかな、この人。ね。で、だから、結局つながんなかったんだろうな、みたいな感じでさ、まあ一度ね、まあ会える機会があったらね、会ってみたいなと思ってたんだよ。で、ところがさ、これ、もうね、その、完全に、その、さ、人物ごとコロッと、ね、バンされちゃったっていう話だから怖いよね。まあだから、まあ、僕もね、これまあ本で言ったらさ、まあ、著作物と一緒でね、出したものはさそのまんま残ってるわけじゃん。で本屋はさ大体売れなければ、ね、大体引き上げちゃうから、まあ、今、ね、僕の本が34冊書いてるけど、どのぐらいだ、それでも20冊近くはまだね、アマゾンとか出てるのかな。で、まあそういう形でさ、形に残るわけだよね。で、僕もこの YouTube については、ね、YouTube 一本やりだからさ、形に残ってるはずなんだよ。で、ね、まあ、僕のところにその個別相談に来る人って、もう何年も前からこの YouTube を見ててね。で、今チャンネル登録者数が2万8000ちょっと超えたのかな。だけど当時はさまだ1000とかね、もう1000にもいかなかったのかっていう時からそのこれを楽しみに見てくれてる人がいるわけじゃん。そうするとさ、いやこれはね、そのやっぱり継続する意義ってあるなと思ってるわけで、僕はか簡単にそのね、YouTube 様から排除されないようにね、努力しなきゃいけないなって逆に思っててさ、でコメント欄でね、なんか、いろんなこと書かれるときあるんだけどさ、だけどさ、やっぱりさ歴史って大事でね、やっぱり、これね、その、バンされない限りはさずっとこう残ってるわけじゃん。これってさね、財産だよね、って僕は思ってるわけだから、一気に財産を失うことになっちゃうわけだよね、こうやって全部消されちゃうとさ。だからちょっといろんなことを考えるよねっていうことでね。で、昨日か、昨日一応ね、なんだっけ、食事会のね、お誘いをしたところを早速ね、何名かお申し込みいただいてるんですけども、まあ水曜日、水曜日までですね、ちょっと応募者をね、その募っておりますので、ぜひその海外とつながるような方ね、で、まあいわゆる旅行代理店の人でもいいですよ。その一応ね、ただほら観光庁がその認めるかどうかになるから、だからとりあえず要するに、ね、ご希望の方は送っていただいて、でそのインバウンドにね、その協力できるというね、立場の方、ね、については1人5万円の食事をペアで2人ですよ。だから10万円分、ね、の食事をご馳走すると。だから交通費はその場合自分で持っていただきたいわけね。でだから、まあ、そういうような、だからじゃなくて、まだ募集してますので、ぜひね、ご参加いただきたいなと思います。まあ、今日はねこのね、及川幸久さんっていうね、方のその番について、結構話題になってたんでね、お話しさせていただきましたけども、まあ僕の方もね、
なんとなくさ、路線が似てるじゃん。ね、で、周りからもさ、路線が似てるって言われてるんだよ。で、まあ、ね、気をつけなきゃっていうことですね。ただそれだけを今日は長々とお話しさせていただきました。ということで、またぜひですね、バンされない程度に、お話を続けていきますので、これに懲りずにですね、またチャンネル登録していただいて、過去の動画も見てくださいね。で、例の食事会の件は昨日の動画をまたここにね、下の方にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただいた上で、ご応募いただければいいんじゃないかなと思います。それではまた。